はい、どうも、不明堂です。11時にですね、おそらく告知が来ると思いますと、いうところで、確認していこうかなと思います。で、おそらく新積む確率アップだと思います。まあもう、ほぼ確ですね。さあ、なりました。ということでですね、こちら見ていきましょう。多分、ここのバナーのところに告知が来ます。来ました。やっぱそうっすね。18から21、新積む確率アップですね。5種新積む確率アップが、来ますというところになっております。じゃあ、引くべきかどうかっていうところのね、話ですけども、まあ、今回のタイミングはですね、ドスルーでいいです。超絶ドスルー案件で。とりあえず、バズ最優先でいいと思います。で、新積み確率アップは、月末25日からも開催する予定なので、今引く必要はないと思います。で、まあ、ただですね、新積みは1体確保するべきなので、そこは、気をつけてください。はい。っていうのも、この、月末のイベントがステッカーブックなんですよね。で、これが新積む確率、新積むじゃないと、できないっていう、この、ほら、3月の新積むのみで遊べるイベントですって書いてあるんですよね、ここにね。なので、そこのために1体は確保してもらいたいなと思います。まあ、基本的に何の積むでもクリアできるとは思うんですけど、はい。一応、そこだけご注意くださいというところになっております。はい。で、ちょっとスケジュールの方も見ていきましょうか。反映させていくと、21日まで。18から21日はもうこの通りだね。完全にこの通りです。で、あれか。第3弾、まあ、ピックかセレボかはまだ判明してないですけど、まあ、多分ピックになると思いますけど、まあ、ここは多分4日間開催になるかなと、いうところです。25から、この、ステッカーブックが来るので。はい。まあ、なんで、とりあえずここはもう第3弾確定してるんで、あとは何が来るかっていうところですけど、まあ、そこはね、ちょっと昨日お話ししましたけども、まあ、どっちが来ても熱いガチャになりそうだなっていうのがあるので、まあ、今回のこの5種新積む確率アップはですね、まあ、コインを、貯める期間かなと思いますので、まあ、この期間にですね、ぜひ頑張ってください。あと、明日18日の土曜日夜、もう多分8時半ぐらいからかな、ライブやるんですけども、久しぶりの好評カライブやります。で、多分長時間の配信になると思いますので、まあ、ぜひですね、一緒に、コイン稼ぎして、貯蓄を貯めていきましょうという、感じで、皆さんぜひ遊びに来てください。はい。という感じで、速報は以上で終わりたいと思います。皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。引くかどうかもね、ぜひコメントしていってください。それでは、ありがとうございました。バイ。